アリチアミンは、ニンニク独特の周期成分であるアリシンと、水溶性のビタミン B1 が解合することによって、生成される化合物である。ニンニクの細胞が破壊されることによって、ニンニクに、含まれる無臭のアリインと、酵素、アリナーゼトが解合し、ニンニク独特の周期成分のアリシンに変化する。このアリシンが水溶性のビタミン B1 と解合する、ことによりアリチアミンに変化する。 ビタミン B1 分解酵素から分解されにくくなり、また、チアミンよりも吸収率が良くなると言われている。アリチアミンについて、次のような歴史が存在する。1952年3月8日に、京都大学医学部衛生学教室の藤原、原点は、武田薬品工業研究部と提携して、ニンニクとビタミン B1 が反応すると、ニンニクの成分アリシンが、 B1 に作用してできるアリチアミンができると報告した。そのアリチアミンは体内で B1 に戻り、さらに腸管からの吸収が極めて良く、血中 B1 濃度の上昇が顕著で長時間続くという従来のビタミン B1 製剤にはない特性があることを報告した。また、武田薬品工業はアリチアミンの製剤化に力を入れ、1954年3月、 アリチアミンの誘導体であるプロスルチアミンの内服薬アリナミン状が発売され、従来のビタミン B1 剤に見られない優れた効果を示した。ありがとうございます。